ファントムシックスファントムシックスは、ロールスロイスが1968年から1991年まで製造した乗用自動車である。1968年のロンドンショーで発表された。ファントム V からの改良点は、V 型8気筒エンジンのヘッドがシルバーシャドウと共通にして、出力向上を図ったこと、エアコンを前後キャビン分割とし、ディビジョンを上げていても運転手が、 エアコンの恩恵を受けられるようになったこと等と細部であり、価格は最終型のファントム V から1723ポンドも高くなり、税込12844ポンドにもなったため、値上げのための口実と見る人もいた。トランスミッションは静かなことで有名な自社製、またはゼネラルモーターズ製400ターボハイドラマチック 3AT。乗員は リアシート前に設置される折りたたみ式の補助席2人を含めて7人乗り。全長 6040mm または 6045mm、全高 1750mm、重量 2800kg もある、堂々としたモデルであるが、最高速度はメーカー発表値で時速 160km または時速 175km に達する。 ヨーロッパの安全基準に合致しなくなったため1972年には後ろヒンジだったリアドアが前ヒンジになった1979年から 6750cc エンジンに換装された1982年にシルバースピリット用のエンジンに換装された 1991年の製造中止までに374台が生産され、用途はほぼ全部がフォーマルであった。その大半がミュリナーパークウォードが、コーチワークを担当したリムジンとランドオレットで、この2つで合わせて359台であったが、他には、ピエトルフルア製のドロップヘッドクーペと、カブリオレが各1台、アルファという名のミュリナーパークウォード製走行リムジンが5台、ある。 ありがとうございます。